多分、はい、ビジョントレーニングで何ですかってところをまずちょっと大枠で伺っていこうかなと思うんですけど、うんはい、そもそも僕実は、はい、飯田さんがビジョントレーニングって口に出されたのを僕覚えてて<う>その時僕初めてビジョントレーニング触れたんですよそれいつかっていうと、はいはい、村田亮太選手が控室に来た時だ多分仙台のボクシングのイベントでご一緒して飯田さんと一緒に行って控室で談笑していたら。はい まだ当時、世界王チャンピオンじゃなかったんでした、もうなってましたっけ、村田選手。いやなってな,ってないですよね、ねゴールドメダル取られて、うん、プロになられてっていう時に、井田さんのところに来て、その時にビジョントレーニングをねって話をされてるのを見て、ビジョントレーニングってなんだろうって思ったら、また村田選手と井田さんが何かをやり始めた。